ダイスチャンネルです。今回は妖怪ウォッチ3テンプラーやっていきます。ということで、ニューヨームシティにできたボスのいるタワーのビルの中でね、7つのフロアに来ちゃいました。ここに到着しましたよ。いたいた、あれウエスタンになった。本当だ、もう太陽のドリームスカイに到着。タンデミスラー、あ、コマさんとコマジローもいる。ウサピオの服ってヘルメットもある。カンカンデリの太陽でやらないように時間以内にトミーさんを見つけるであります。ラジャーであります。倒れちゃった。ポニーちゃん見つけた。あー、黒服いる。え、降りる、降りる。壊して何があるの。はまった。何もなかった。ポニーちゃんジャンプしないとダメだった。あー、いたいた。よし、ハマってしまった。でも宝箱とかありそうだからね。ありそうだからね。あー、溜まってる。よし、じゃん。ここにもポニーちゃんがいるね。ここはやらないとダメなんだね。よし、進んでいこう。もう一個戻ると、ポニーちゃん、ポニーさん乗せて。頑張れ頑張れ頑張れ。危ない、ジャンプ。ここにもいましたね。そっち、ここにもなんだろう。いや、なんかこんなにいっぱいいると気になるし、なんか真後ろにいるのがちょっと怖いよね。あ、あった。何、あ、肩掛けボディ。こういうのを取っていかないとさ、うん、ここもうやりたくないからさ。そうね、来たくないね。こっちにもある。こっちはないね。行こう。てかあれなんですね、ビルの中にこんなにでっかい敷地があるの。他になんかある。あ、え、なんで君がこんなところで追っかけてくるの、晴れ男。まあ、時間以内だから。もう時間は、あ、これ戦闘なんだ。うん、F21 だよ。やばい、含まれてないみたいで、ね、止まった時計が。いや、今適当でやってるからかな。早めに早めに、止まったモード。あー、早めに早めに。ここは止まってるんだね。うん、こういう時は止まってるね。怖っ。どうなんだろう。怖い怖い。あれ、あとこう来てくれるかな。動きはゆっくりだから行くような感じです。試し出してるけど。フィニッシュ。どう？興味持ってくれたって。おお。友達に何困ってるんだ。あ、ここは大丈夫だね。大丈夫だ。よかった。怖かった。ここでこの戦闘長くなったら相当怖いですもんね。そうだね。危なかった。よし、お祓い完了。行ってみよう。必殺技。さあ、ドクター。どこを飛ばすんだ。やばいのかって言ってるね。激怒して戻りかね。あ、当たってる当たってる。ちょっと強いね。うん、ブラジルもさ、結構あれですよね、答えますよね。あ、耐えてますよね。ソフトクリームだって。うわ、取り付いてる。え、完璧完璧。さあさあ、必殺技。あ、自分から乗ってくれた。体のとこ。よし。あ、すごいすごい。あとは残り1体。火炎の術が飛んできてるよ。どう？いけた！よし、いいね。やったー。さあ、勝利！じゃーん。さあ、仲間になる？ならない。あ、ならないんだね。よし、ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。もう終わりや。終わり終わり。よーし。マジか？クロヤしてまうとは。ふう、危なかっただに、干からびて死ぬかと思っただに。何言ってんの、サピオン。君、もうすでに死んでるじゃん。え、あ、そうだったに。え？笑い話だったよ。太陽のドリームフェアクリア、お疲れ様でした。よかったー。ちょっと丁寧になるんだね。そうだね。うん、バッチリ解決。さあ、次もサクッとここ終わらせたい。終わらせたいね。1500経験値ゲット。結構美味しいですね、必殺技の。ルーレットフォーマー。ありましたね。お、攻めの蝶だって。イカ天だ。あ、美味しそう。
側から出ましょう。おっと、ここで回復もできますね。回復しとくんだ。うん、バルブの。さあ次行こう。次行こう。当たれ。今53人いたんだよね。53体。次は当たって。あ、この位置はなんか22回。ダメだね。当たらないね。上がったり下がったり大変だ。上がったり下がったり。横にさ、あのエレベーターのボタンがあるじゃないですか、うん、いっぱいあるね。そうだね、さすが555回まであるっていうあれですね。パパパーン、やったじゃねえかこの野郎。え、なんずらなんずら、エキフローに到着だ。だってお宝がっぽり。おー、こんなんもあるんだね。すごいね。どんなアイテムがあるんだろう。見ていこうか。見ていこう。あ、あったあった。何が入ってますか。お、術の超秘伝書。これはいいじゃないですか。術レベル上がりますよ。あとは、あ、ここにもある。何？オーロラバッジ。かっこいいね。これで終わりか。2個で終わりだ。嬉しい。そうだね。うん。終わりだね。やったー。よし。次行ってみよう。さあ、何階が開くかしら。お、もう一個、もう一個。あー、52階だ。これ50階にもあるって分かってれば2階分階段で降りたいけどダメなのかな。ね。うん。走ってもいいですって感じですよね。そうだね。到着したよ、52階。ここは何が待ち受けているんだ。デンジャラスフロアだって。ってことは敵がいるんだね。ここのフロアに、あ、カッパーだ。ほらほら、晴れ男と暇人とカッパー。ここのフロアとかにいる妖怪も友達になれそうなんだけどね。うん、なんでみたいだけどね。なんでみたいだけど、まだ一体も持ってくれない。あ、そうね。はい、よい。はい、よい。よい、よい、イエイ、セフラーみたいになってるよね。動き激しいな、カッパー。はい、激毒破れかぶれ。カッパーと晴れ男で戦ってるね。いい感じ、いい感じ。お話ししましょう。ドクター待ってて。モデルだからちょっと回すの頑張らないと。お、いけそういけそう。さあ来るか。よし、お払い完了。あ、カッパ逃げた。逃げないでよ。あ、晴れ男行ったよ。いすじまくり絶好調。それなんか怪しい技名だね。ディスるんだ。口でまくるってことか。そうだね。で、お祓いしていきましょう。よし、切れた切れた。はい、もう一個。 OK、 完了。で、四天王寺もお祓いです。これは回すタイプだね。あ、今なんかボケっとしてた。お、終わった終わった。イエーイ、ソーリー。618とレインボーソフト。すごいね。うん、すごいね。いいものもらえますね。あれ、黒服くんだ。懐かしの黒服だ。ここまで来ると懐かしのゴボゴファミリーって出てるよ。黒服くんから名前が変わってた。ほらウップって言ってる。さあさあ、ここは遠慮いりません。やっていきましょう。そうだね。うん、いけいけ。お、必殺技はまだドクターを使わなかったですね。そうだね。うん、よし。あ、ドクターが危ない。危ない危ない危ない。キャー、大丈夫ですか。え、あ、ドクター、ドクターにばっかり当たってる。やられちゃった。ドクター開発が途中で入ったんですけどね。集中攻撃とかせこい。ダメだよ。あ、主天当時もまだまだまだだ。いけるぞ。あ、よし、キスマスありがとう。なんてこったい。あー、四天王寺。やっぱりあのなんかロケットランチャーくんは強いよ。はい、そうするし、ロケットランチャー出してくるし、武器に頼るとか良くない。お、よし、もう一体、もう一体だよ。頑張ろう。いけいけ。よしよし。うん、取り付きでアップしてるね。頑張れ、追撃だ。うわ、また。あ、避けた犬神、かっこいい。いけ。よし、追撃入ってる。回復されてるし、なんだ。
なんてことだ。あ、行く、行った、よかった。ということで、サーリー久しぶりの黒崎に名前が変わってゴッドファミリー、あ、ゴッドファミリーじゃないね、ゴゴゴファミリーになってたね。そんな感じで、うん、今回はこれで終わっていこう。はい、で、またね、特殊フロアになったら、動画作っていきたいと思います。はい、あと6個頑張りましょう。いきましょう。はい、ということで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!